つまずかないように気をつけてください。これが北側のストレートセクションの内側ですね。でちょっとこっち側もうちょっと来ていただいて、パスポートラインですね。でその向こう側がダンピングリングの本線で、先ほど僕らあの外側を歩いてたんですけども、このトランスポートラインで、さっき歩いた電子ラインアップで加速された電子がずっとこうダンピングリングに入ってきます。入ってきてこっち側の入射側にもセプタムっていうのがあって、非常に細いブレード状の磁場に捕まったやつがだんだん近づいてきます。近づいてっていうのは本線の軌道に近づいて、ここまでで、ね、ほとんど平行になるんだけども、磁場を本線上に作るわけにはいかないので、完全に本線と同じにはなれません。だからここからダーピングリングの真空順番に飛び込んだ、電子ライナーからやってきた電子は真空順番で飛び込むんだけども、少しまだ外を向いてます。でこのまま行くとちゃんと回れないので、ここに今度は先ほど説明したキッカーは、取り出しキッカーって言ってますけども、今度は入射キッカーというのがあります。物としては全く同じで、ここには書いてあるけども、これはスタンフォード線形加速器センターから来たものです。でこいつで一瞬だけ磁場を発生させて、そのほんのちょっとの軌道をもう一回内側に曲げてやります。で本線上には他のやつらがいますから、この磁場は直ちに消えなくてはいけなくて、本当に短い間だけ磁場ができてすぐ消えて、本線上もともと走ってた人は邪魔しない、こういう仕掛けになってて、こうやって外から、次々と、中へ電子バッチを入れて、でダンピングが終わったやつは取り出すと、こういうふうになります。こっちは西、ここからが西アークですね。西アーク、西アークを内側から見てるんですけども、こういうふうにですね、こう台の上でまずこの各々の磁石の位置をちゃんと測量して揃えてやって、その後この台全体をこの足3点で指示しています。でどうしても長い間には地盤が沈んだりしますから、その分これで調整して、いつもだいたい50ミクロンぐらいの精度で、ちゃん と,、なんていうのか、設計された位置に磁石がいるようになっています。じゃあ次は、南の直線部ですね。そこに加速空洞がありますね。いつも加速してるわけじゃない。で曲げて入るだけ。ダンピングリングの場合の中では加速してるので、今から思い出してみてください。ところだけでこう。まっすぐ後ろまで押して、で向きを揃えて、これが加速部ですね。2つあります。ここに1つとここに1つ。でさっき外で見たリニアックっていうやつは加速管って言ってましたけども、あれは要するに本質的にこういうやつがもっとピチャッとくっつけて、何個もくっつけたようなものが管になってる。管っていう方が長くなってるわけです。で、あそこはとにかく加速してエネルギーを高くするのが目的だったから、できるだけ短い距離で高いエネルギーにしたいんですけども、ここはそうじゃなくって、どうせ失うエネルギーは光を出して失うエネルギーはほんのちょっぴりなので、それを足すだけだから、加速っていうエネルギーを加えるのはほんのちょびっとでいいんですよ。ただエミッタンスを良くする平行ビームにするためには、こう加速の電波が乱れずにきれいに前を向いていることが大事なんですけども、いくらきれいな電波を作ってても、中にこう電子が通ると、その通ったことによってできる電波っていうのがあって、そいつが電子がきれいに真ん中通ればいいんだけど、ちょっとでもずれたところ通るとこう非対称に電波ができて、それが乱れになります。
で、それはどうするかっていうと、この中はやっぱり空洞なんですけども、空洞にスリットが切ってやって、こういうふうに中の電波を外に出してきて、ここに吸収体があるんですけど、吸収するようになります。で、このスリットの形と向きを工夫すると、加速する方向の電波は出てこれないんだけども、そこから外れたようなやつは出てくるというような、そういう設計ができて、で、その加速じゃない、外れた、ダメな電波が、それは電子のバンチによって作られたダメな電波がこう外へ出てきて、ここで吸収されて、そういう人たちはいなくなる。こういう仕掛けがしてあります。あ、そうするところには必ずこういう、ああ、そうそうそう、そういうのがいるんですよ。これも加速、銅波管ですね。向こうで見たときは、銅の色してましたけど、これは多分材質が違うんですね。で、こっちの方が周波数が低いから、でかいと。これは位置のモニターだと思う。これ僕らの装置ですよ。地面が揺れてる。地面が揺れてるのが見えてんじゃないと思うんで、これが単に信号してる。原子何個分で、10個とか20個分の大きさでしょ。ちょっとこう動いてだけでそのくらい動くわけですよね。それをいかに動かない、動いてもそのくらい制御できるようにできるかですね。今まで見たところは、計画そのものはまあ外国とも話し合ってやってきたし、やってきて、で、例えばこれは中国から来た磁石とか、さっきはアメリカのスタンフォード線形加速機器センターから来た機械とかあって、ありますけども、あくまで装置は大部分はここで作ったもので、一部が外国から来てる、まあ、研究は共同で外国とやってるっていうんだけども、これから見る部分は、さらに国際化を進めて、もう設計からものづくりも全部いろんな国に分け合ってやってると、そういうところになります。大変高価な台でしたけど、これは鉄、だいぶ安くなってます。で、これからもっと安いのも出ます、これ今測量してるとこですね。なんかレーザーピッピッピッって、ね、あれが水平をやってるんですよね。こうあれこう要するにこうくる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 灯台みたいに振り回して、それがこう横になってるんですよ。それが上にも見えますね。あそこに見えるんですよ。あれはこいつです、ね、こいつは今度はこういう方向に回してるんです。こんなに悪いとこないな。で、最終収束回はあの辺ぐらいから始まって、これはそこへ持っていくためのラインですけども、これはほらコンクリートで大変お安く。でこういうのはほら非常に安い。これ見たら分かるけども、こうネジでギュッと押して位置の調整とかやるようになってて大変お安い。だあっちの最終収束ラインに行くともっとあの、凝った装置が出ますけども。何レーザーがさ、あ、そう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 、どういうぴったり合ってるね。そうです、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 そうです。ほら、ウォームだったらこうやってこうやってやるんだよね。ゴールドってどうやってやるんだと思うよね。で、これ終わったもんだもん。そのなるべく真ん中に真ん中のスタイル、これ、こういうのを考えたら、そこで、あの、端のところが、今、まさに。